ライです。今回は、タイトル通り廃墟の仕組みを紹介していきたいと思います。グロック19でね、確認をしていきます。前回の動画は諸事情でね、声量を抑えていました。で、編集で少し音量を上げたんですけど、なんかアップロード後に確認してみるとなんかあんま変わってなくて、まあ、今回はね、音量が十分になるように設定するので、まあ、興味がある方は最後までね、ご視聴ください。まあ、そんな多分長くならないと思うんで。はい、じゃあ早速ね、このグロック19を打っていきましょう。トリガーを引きます。はい、さあ全体をね、見ていきましょうか。もうね、分かっている通り右側に薬莢が廃墟されていってます。ついにこの廃墟がね、どのようになっているのか、スローにしたり、また透明にしたりして確認をしていきます。スローにして、あとは透明にしましょうか。スライドをちょっと透明にして、いきましょう。はい、中はこんな感じになってますね。このグロック19のこのセーフアクション自体は他の動画でやっているので、まあその動画をね、ご視聴ください。で、今回はね、この重要なエキストラクターとエジェクターという部分をね、見ていきます。で、ここ今薬室にね、一発弾が入っているのか確認できます。この初段のテープである円形みたいになっているこのディムを見てみると、こちらのエキストラクターという部品と噛み合っています。そしてトリガーを引いて激発させるとスライドが後退します。こういう風に後退しますね。その時なんですけど、まあエキストラクターも後退するんで、こちらのテープのディムを通じて薬室から空薬莢を引き抜きます。で、これ引き抜いた後ね、こういう風に右側に飛んでいくんですけど、その理由をね、確認していきます。エジェクターという空薬莢を当てて銃の外に蹴り出す部品があるんですけど、まあ、そのエジェクターが左側についています。それがこちらですね。グロック19の場合は、はい、ここに見えるこれです。これがエジェクターですね。トリガーメカニズムハウジングの一部にエジェクターがあります。もう一回ね、見ていきましょうか。こうやってエキストラクターが空薬莢を引っ張って、でこちらのエジェクターに当てます。で、空薬莢が蹴り出されます。まあそんな感じですね。ということで本題は終了しました。今ね、グロックを持ち出して廃墟の説明をしたのには理由があります。時事ネタになるんですけど、まあ、簡単にお話をします。アメリカ合衆国のユタ州にあるカルパープレシジョンっていう、メーカーがグロックのカスタマイズとしてブロック19というものを製造しました。このブロック19というのは名前から想像できますが、レゴブロックのようなカバーに覆われているため、銃規制団体は危険だと批判しています。で、レゴ社はブロック19の製造を中止するように求めています。またグロック社はブロック19の製造に関与していないことを説明しました。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。